コンラートに持っていくものを選抜してます。なかなか選抜できない。高の理由は女性が多いっていうことなんでね。こんな感じかな。これとこれと、今から明日のお釣りを両替しに行きます。 HSBC 銀行に。あとは、必要な、縄など荷物を閉じる縄などを買いに行ってます。明日のディスプレイどうしよっかな。銀行がない。 HSBC アバディンの街はよくまだわかんないやな。マジかよ。あの半島の中にしか普通の HSBC がない。今日は夜時間がないんで、ね、今行っちゃいましょう。ここは香港のお墓。だんだん畑みたいですね。だんだん畑。これピーク行くのかな。香港トレイル、どっちだ。ほとんど誰も会わないし、長いこの道。普通にこんなところに人の住む場所が。そろそろピークかな。山の上にみんな住みたがるんだね、お金持ってる方。なんか超かっこいい。あれ下にツタが張ってるよ。どこなんだろうな。あ、うん、ピークスクール。もうちょっと行ったらピークから、こっち側からもピークの道と、めちゃめちゃ遠い。2時間かかるかな、上りで。ここの道は何なんだ。ピークに行くのかな。今日は重りだけ。なんじゃここは。全然意味わかんない。ここに出ちゃったよ。こっちかな。どっちみたいな。どこなんだこれ。プランテーションロード。舐めてんなこの。豪華すぎる家たち。すごいな。やっと着いた。長かった。長かったな。ちょっとのはずだったんですけどね。ちょっと戻んないと。どうやって戻んだこれ。ちょっとのはずだったんですけど、やっとピークですよ。迷子になったねこれ。ちょっと速攻戻ります。ああ、ここさっきの分かれ道だ。こっちだとピークなんだな。ピールライズロードっていうのが多分この下まで行く道ですね。結構遠いこれ。ピーク広場までアバディーンから来ると、ここがピークへの道になる。街灯はまず一切ないね。ここは